ぶっちゃけ中日衰退の勉強だと思うものあげろ。こっち大島派派閥争いしてるクソフロント、親会社ジョイナスを辞めさせて落合一派を呼び戻したところやね。むしろ他球団だろ、貧乏球団だった DeNA や広島が金持ちになりすぎた。星野追い出した白井オーナー以外ターニングポイントない。足の引っ張り合いを続けるフロント落合 GM、 無能フロント。名古屋ドーム新聞が売れないんだろ。大島派閥やろ、ここ数年ではビシエドやろ、6億近い年俸で OPS8 以下はお荷物やろ、わし追い出したからやろ。ビールかけの祝勝会にぼっちになってたあの老害。ご視聴ありがとうございました。